おはようございます。2023年8月24日土曜日6時5分になりました。おはようございます。昨日からねあっちこっちすごい雨になって、日本海側のね、北陸の方とか鳥取島ねあの辺とかもなんかものすごいことになってるようで、どこでしたっけ、なんかね半日で1ヶ月分の雨が降ったっていう、もうそのどうなってるんだっていう感じですけれども、いかがでしょうか、皆さんとも大丈夫でしょうかね。都心部であろうが地方であろうがもう関係なくなんか、集中豪雨になるところはさばききれない雨の量なんで、排水が全く追いつかずにね、浸水してるところとかいろんなことが起きているので、もう気をつけないといけないんですけれども、まだ今日もね今日から明日の朝にかけてあちこちまだ雨降りそうですけども、さて今日はですね IT メディアニュースからこんなニュースをピックアップしました。これですね、家庭教師はスマホの中に、教育産業の IT 活用、遠隔指導や対戦型学習も。ですね、これはどういうことかというと、家庭教師の SNS みたいなものがあってですね、でもって受験生とかが試験勉強してるときにどうもこう解説がよくわからんと、参考書に書いてあることがよくわからんとか、問題の解き方はこれでいいのかどうか合ってるのかどうかがよくわからんとかっていうときに、そのノートとかですね問題をスマホで写真を撮って、でもってその SNS というかその家庭教師が登録してるところに投げるんですね。そうするとオンラインでチェックしてる人がそれを見て答えれる人はそれに答えてくれると。で、画面を共有しながらスマホなんで電話をしてですね、音声で説明しつつその画面にこう書き込んだりとかしながらですね答えると、まあなんとも便利な世の中になったもんだなという感じなんですけども、それってでもねなんかどうなのよっていうのが私の正直なところで、そういうそのいわゆるこれって分からなくなったら聞いたら誰かが答えてくれると、答えが得られると。でインターネットの普及にしてもその検索をすれば何か答えが得られるみたいなので、多くの人が勘違いしてるんですけども、検索結果って、自分の知ってることしか分からないんですね。何を言ってるのかっていうと、その検索って結局、キーワードが分からなければ検索しようがなくて、だからキーワードが分かってるレベルの知ってることでないと答えは見つからないんですよ。で、全く分からないものはもう全く分からないというところになるっていう、そのね。で、それとその分からない時に検索すれば答えが得られるっていう、その何か分からない時に何かに聞けば答えが得られるっていう、そのオンデマンドって言われるね、要求があった時にすぐ答えが得られる、その満足できるっていう、そのオンデマンド化にどんどんこうねなっていくのが、果たしてこれっていいのかなと、それが非常に気になります。こういう家庭教師とかにしてもわからないときに、本当だったらその自分で勉強していてわからなければその次の学校行って先生に聞くとか、また塾にしてもその次の授業の時にノート持ってってその教えてもらうとか、そんなことをやるわけですよね。要はその間待つということが表だってわからないですけども、そういう待つということの教育にもなってるわけですよね。でまたその質問をより効率よくするために質問の内容をまとめたりとか、本当に自分がどこまで分かってるのかっていうのを整理しておくということがあるんですけれども、
ただこういうオンデマンド化がどんどん進めば進むほどですね、分からなければ誰かに聞けばいいということが知らず知らずのうちに身についていくわけですね。でそういう若者がですね世の中に出た時に果たして何が起きるのかなと、これはちょっとね非常に、問題なんじゃないかなという気がするんですよね。世の中に出た場合にはっきり言ってその答えがないことの方が多いわけですよね。誰かが答えてくれるなんていうことはなくて、試行錯誤をしながら自分で答えというか、まあ、これがいいんじゃないかなっていうのを考えて行動していくわけですよね。ほとんどそういうことの繰り返しですよね。ところがこういうそのなんか自分で考えるとかっていうよりも分からなければ聞いちゃえば答えが変えるっていうものに慣れてくると、どこかに答えがあって誰かが教えてくれると、そんなことに慣れていくと果たしてそれは本当にいいのかなと。いきなりそういうなのから自分で答えを作り出さないといけない、社会にこう放り出されるね。私も社員研修とかで企業さんのとこ行ってやってるんですけど、やっぱりそういうところで見てると答えを探す人の方が多いんですよね。答えを作り出すんではなくて自分で考えてこれが答えじゃないのかっていうものを作り出すのではなくって、どこかに答えがあるからそれを探すという方向になってしまう。だから答えがないような質問に関してはもう考えること自体を放棄してしまう傾向があるような気がします。それは果たしてその生きていく上でって大げさに言うと大丈夫なのかなっていうね。あまりにもこういうオンデマンド化が進むことによって待つということができなくなるし、どこかにその答えがあるというふうに思ってしまう。そうなればこういうのってはっきり言ってコンピューターの方がますます得意になるわけですよね。どこかに答えがあるものを検索して引っ張り出してくるっていうのはコンピューターの方がどんどん得意になるので、コンピューターができることを人間がやってるということになればなるほど、これから先はですねどんどんその仕事なんかなくなっていくので、果たしてこういうのが進むのはどうなのかなっていうのがすごく気になります。もっとクリエイティブなことをできるような環境っていうのを作っていかないと、それであとはその待つというね、ことを覚えるようにしていかないと、なんかおかしなことが起きそうな気がします。どうでしょうかねさて、そんなところで8時15分になりました。もう今日もまた雨が結構降るようなんですけれども、本当に気をつけてください。と言っても何に気をつけりゃいいのっていうのもありますが、天気予報とかね、しっかりチェックして、あまりにも激しく雨になりそうだったら本当早めに避難するとかいろんなこと考えないといけないところです。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。